はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。ではね、ポケモン一匹縛りプレイゴマゾーバージョンをポケモンクリスタルでやっていきたいと思います。はい、皆さんお気づきですかね。私が今日いつもよりね、挨拶のテンションが高いということを、風俗に行ってきました。はい、そうなんですよ。あっ、まあとはいえもう行ってから1日経ってるんですけど、こいつってこっちから避けれるんだね。まあ戦っとこうかな。こいつは倒しやすいんでね。まあそうなんですよ、めちゃくちゃ良かったです。まあ言い方あれか。まあポケモンの名前もゾウさんなんでね。まあまあまあ、まあ別に霜ではないしね。うん、別にね、ちゃんとお店なんでね。まああと俺、そう、まあ行ったのソープランドなんですけど、まあリスペクト、リスペクト、いや、まあ、感謝ですね。で、可愛い犬を、が、その、そういう店の、店に対してめちゃくちゃ感謝してるんでね。うん。まあやっぱ、まあ、性欲ってまあ結局三大欲求じゃないですか。待って、何今のたまたま。やばすぎない？めっちゃスピンしてた。でも、やる技ねえんだよな。泥かけやっぱ、いやでもどうだろうな。やっぱ、やばすぎ。耐えるか、さすがに。いや、泥かけがさ、邪魔っちゃ邪魔だよな。ああ、そう。で、まあ結局、まあ人間の欲の一つなんですよ。うん。まあだから、結局ね、なければならない存在。うん、お店的にね。まあそういうのがあるおかげで、ちょっと待って、なんか、前と違う。こいつ戦おうかな。こいつ知らねえな。知らないトレーナー。まあ、そういうのでね、まあ、男性の快楽を、なんて言うんだ。まあ、難しいですね、言い回しは。まあ、そうね、欲求を満たせるし、まあ、お店で働いてくれてる人はね、まあ、報酬を得れる。というようなね。うん。まあ、なんでね。感謝してます、本当に。はい。何の話してんだ、俺。いや、でも本当にさ、僕なんか、いや、でもあれか、いや、でもな。同棲してた、俺の、可愛いささみ、猫をね、猫と一緒に出てってしまった、元彼女はね、まあ、多分、半年、一年ぐらいかな。セックスレスだったんですけど、まあ、俺、基本的に、あれなんですよ。昔めちゃくちゃ風俗行ってたとかも行ったことありますが、まあ、基本一途なので、うん。彼女がね、いるときは、そういうお店は一切行かないんですよ。偉くないですか？付き合いのキャバクラとかも全部断りますし。うん。そう。偉いですよね。褒めてほしい、これに関しては。私。まあ、ただ、いないときは、まあ、その、一つのね、相手を見つけるまでは、まあ、いろいろ。いろいろ回ると。回る？うん。あ、カメックスやばいな。って感じなんですけど。落ちるかな。まあなんで、その彼女とセックスレスだとしても、そういうお店はね、一切行かなかったんです。まあなんでね、ほんと、かれこれ2年ぐらいかな。2年ぐらいね、そういう、行為をしてこなかったんですよ。ああ、なんかさ、クリスタルバージョンで、ここら辺のトレーナーみんな避けれるようになっちゃったんだね。まあ、戦おうかな。
まあ正直ここら辺のトレーナー戦うの込みでこれパート4として撮ってるから、うん、まあ、クリスタルバージョンのキャラのね、やばいな。ちょっとやばいね。やっぱ技構成しょぼいな。あ、そう、そう、2年ぐらいね、なかったんですよね。うん、なんかなんとなく店に行くのもめんどくせえなって思って。そう。それこそね、まあ、あえて可愛く中と言いましょうか。中すら2年ぐらいしてなかったですね。うん。そうなんですよ。まあ、なんで、めちゃくちゃ良かったです。まあ、総括するとめちゃくちゃ良かった。仕事頑張ろうって思いましたね。仕事頑張ってもうちょっといけるようになろうって思いました。うん。で、そのさ、まあ、言ったんですけど、とりあえず。まあ、めちゃくちゃ可愛くて、まあ、相手二十歳の子だったんですけど。まあ、いいのかなとか思いつつ、すごい罪悪感には苛まれながら、めちゃくちゃいい子でしたね。うん。まあ、二十歳が本当かもわかんないですけど。で、なんか、キャバクラもやってるらしくて。めちゃくちゃ話もね、うまくて、よかったです。うん。すごいいい時間だった。めちゃくちゃ色恋だったし。完全にリピートを促されてましたね。でも確実にもう一回同じ子行くと思うんですけど、俺。そこで、どっぷりハマってしまったら、私はその子にね、だいぶ貢ぐと思います。はい。そうなんですよね。俺昔から、なんですけど、まあ、結構のめり込んじゃうんですよ。うん。まあ、メイド喫茶から始まったんですけど、これは。まあ、メイド喫茶、いや、AKB かな。AKB にハマって、握手会に行きまくって、その後は、おっなんだっけ、あ、メイド喫茶ね。メイド喫茶にはまり、行きまくって、で、次は、地下アイドルにはまり、行きまくりましたね。行きまくったし、チェキとか取りまくったし、ぶっ使いまくったしね。うん。いや、俺当時、そう、メイド喫茶で言えばなんですけど、まあ、大学生だったんですよ。でね、時給多分900円かな。900円だったんですけど、その時。居酒屋かなんかで。まあ、居酒屋かなんかっていうか、居酒屋でですけど。でね、まあ、でも月ね、15万平均ぐらい稼いでたんですね。まあ、めっちゃロングで入ってたんで、その分稼げたんですけど。まあ、それ全部ね、メイド喫茶に使いましたもんね。で、その推しを作って、卒業するってなった時に、まあまあまあ別に、あれですね。10万ぐらいのなんかシャンパンを入れたんですよね。うん。いやまあ今となってはそんな人はゴロゴロいるんだろうなって思いますけどね。当時の俺からすると結構頑張ったんだよな。まあちなみにそのメイドさんとは卒業した後に、普通に遊びに行ったりしたんですけど、当時一番仲良かった、メイド喫茶常連仲間の人と結婚しましたね。うん、俺が知り合ったの、俺がプライベートで会うようになったのをきっかけに、この二人も遊ぶようになって、知らない間にゴールインしてましたね。これ、まあ、行ったことあるような気がするな。うん。
まあ全然良かったんですけど。でもやっぱさ、何かにのめり込んだりするぐらいの方がね、個人的には面白いんですよね。まあ、こんなしょうもない話してる間にね、あいつ負けてどっか行っちゃったけど。かわいそう。はい。そしたら、もう四天王行っちゃおうかな。あー、ちょっと買い物。これやばいな。すんなり買っちゃったら、20分下回っちゃうかもな。ありえるよね、全然。あ、あとあれだな。あれでした。アイドルの後に、一回風俗にはまりましたね。うん。今でも覚えてるあの子。福岡県の子。めっちゃ、リアコしちゃった、リアコ。連絡先ぐらい行けばよかったな。今回の子もさ、あれだったんだよな。あ、ごめんなさいね、ほんと。2年ぶりに行ってめっちゃ、テンション上がって童貞みたいな状態なんですけど、今。素人童貞みたいな状態に陥ってるんですけど、今。まあ、ほんとありがたかったね。エイシェイって感じ。あ、でもそう、あのさ、ありえないぐらい体力がなくなってて、うん、めっちゃ疲れたのと、筋肉痛ですね、今日。行って、次の日なんですけど、筋肉痛で仕事しました。うん。衰えってやばいね。なんならゾウさんも衰えてたな。あ、ポケモンの話ね。え、その子がめちゃくちゃあれでした。あの、女が嫌いなタイプの女。女が嫌いなタイプの男が好きなタイプの女の子を、まあ、あれは演じてくれてたっぽいんですけど、演じてくれてて、本当大好きなんですよね。女の人が嫌いそうな、あの、なんて言うんですか、ブリブリしちゃう感じの天然系女子、振られたね。まあ、あれが天然なんていう妄想はもうしてないんですけど、まあ、やっぱね、演じてくれる方が楽しいよねっていうことで、これで終わり。倒しました。ネイティオに先生取られた時はね、ちょっと負けを覚悟してたんだけど、やりましたね。これマジで簡単に終わっちゃうな、マジで。すいません。めちゃくちゃ短い動画になるかも。まあ、ただその代わり、次回のね、レッド戦は、何時間飛んだろうな。うん、いやーね。よし、じゃあ強戦行こうかな。あ、俺それでさ、今、恋愛シュミュレーションゲームめちゃくちゃやりたくなっちゃったんですけど、まあ、個人的にやろうかなって思ったんだけど、せっかくなら動画でもいいかなとか思ったんですが、俺の恋愛シュミュレーション興味ある人いますか？いないよね。まあ、いなくても出すかもしれないですけど、いずれね。遠い未来ですよ。いや、これさ、本当多分もう1年前ぐらいには行ったんですけど、まあ、基本的にはポケモンの動画は投稿しながらね、まあ、パラパラーっと違うゲームを本当はやりたいんですよ。お遊び感覚でね。まあ、これも、ちょっと待って、なんか、ガニ股に見える。あのボルホンガニ股に見えない。後ろの羽の先っちょが足だと思うとめちゃくちゃ気持ち悪いよ。いやー、キモいな。それで、今、ごめんね、それって。やりたいゲームが、恋愛シミュレーションですね。まあ、題名は、風俗嬢を落とすために、恋愛シミュレーションゲームで、おじさんが練習してみたですね。うん。やりたいなー。でも恋愛シミュレーションゲームってなんか動画投稿あんまダメっぽいんですよね。
やっても大丈夫そうなんだったら教えてほしいですね。アクロバットなんかしょぼい。あー、みんな怪獣分身する。転がる殺し。まあでも確かに、シミュレーション系のゲームって動画投稿しちゃったらあれだもんね。え、これ待って、これしかやるはずないじゃん。今更だけど。ああ、ネタバレになっちゃうもんね、シミュレーションゲームはね。ああ、残念。ああ、でも当たればが出るよ。結局転がるゲーだなー。まあでもしょうがないよね、もう。覚える技ないんだもん、だってこいつ。別にこいつが突進とかで頑張って勝っても別に別にって感じだよね。まあでももうドンファンに関しては自力で転がるを覚えるんでね、使うことを許してほしいですね。まあツボツボに関しては攻撃力が弱すぎたから使うの許してほしいし、今後もなんか俺が苦しかったらそういうのを言い訳にね、転がるは使わせてほしいですね。うん、だってさー、使いたくなっちゃうよね。転がるって言うてそんなに使えるポケモンそこまで多くないよね。よし、あと今めちゃくちゃ順調すぎて困ってるんだけど大丈夫かな。うん、まあ、正直さ、ここにたどり着くまでのトレーナーと飛ばしてきたんですけど、いつもよりね、まあ、してんので1回ぐらい負けんだろうなって思ってたんです。まあそうすればさ、まあ尺も別にね、いつも通りかなって思ったんですが、ドンファンが思ったより強い。金銀のポケモンってこんな簡単だったっけ。うん、なんか弱いぞ冷静に。あ、俺より遅いジャブ、ストレート。まあ別にボクシングなんかしたことないですけどね。あのエビワラは絶対したことないよな。あ、違うか、あのグローブが重いのか。とかエビワラってなんであのボクシンググローブつけてんの。めちゃくちゃ威力下がんじゃん。あ、でも脳は揺れんのかな、あっちの方が。あいつ唯一装備つけてない、ポケモンの中でも唯一ではないかな。え、なんか装備装着してるポケモンってあいつぐらいじゃない。あんまパッと思いつかないな。冷静に考えるとエビワラだけ手なんか装備してるよ。こいつはまあズボン。うわ、めちゃくちゃ腹パンチしてる。え、待って、今のはさ、なんかで、なんか手が複数生えてお腹ぶん殴るキャラいた気がすんな。あ、あれだ、思い出した。植木の法則の手を4本にするマリリン・キャリーと同じチームにいたやつが佐野清十郎にやってた。マニアックすぎてわかんないかな。え、植木の法則そんなマニアックでもないよね。あ、急所か、急所でこれか。やっぱドンファン防御高いっすね。これ勝ったね。はい、してもいい体してんな。やれ。ああ、自信。次の、いやでも次のさ、カリンも別に転がるで倒せるもんね。これここまで順調だとあれなんですよね。今度あれだな、レベル足りなすぎない。これレッドたどり着く頃に70レベルいかないでしょこれ。すげえ不安なんだけど。あのピカチュウだけは無限に倒せるからいずれレベル上がるか。はい、柴さんね、ドンマイ。そうだね、言う資格ないね。この部屋熱くないの、こんなマグマに。でもこのマグマがこれいっぱいだったらさ、多分熱さ耐えられないから、これ多分水に食紅入れまくって下からなんかこう温泉でよくあるボコボコやってるだけ説あるな。意外と芝かっこ悪いって言って。よし、じゃあカリンも倒しちゃおうかね。ここはでもブラッキーが自信使ってくるので、ブラッキーはとにかく速攻で自信で倒すしかない。死んで HAK 出さないとやばい。ブラッキーやっぱ金の方が俺好きだな。
はい、よし、先生は取れる。めっちゃお尻突き出してるね。防御高いけど大丈夫じゃない。うわ、クソが、クソだなー。あー、倒せないんだったら泥かけで入ればよかった。これでさ、転がる封じられちゃうよね。ラフレシア、かわいい。まあ、やりますけどね。ルルルルルン、鼻でボール回してるみたいな。うわープス絶対無理だ、これは。鼻を吸う。いや、待てよ、こんなところに、こんなところに怪しい敵がいたか。やばすぎない？いや、自信でやるしかないね、もう。ちょっとダメージが想像以上だった。でもここで自信を使ってしまうとヘルガー来た時しんどいんですけど、次誰でしたっけ？ヘルガーと闇から、闇からすと、もう一人誰だっけ？闇からす、ありがとう。早くしよう。ほんで、あ、まあまあまあ、大丈夫でしょう。ああ。うわ、強いな、なんか。いや、素早さ負けるよね。まあ、カラスだもんね。闇カラスって冷静に見るとめちゃくちゃ可愛いな。あの、帽子みたいの可愛いよね。あ、オッケー、JK。次当てるかどうかで全てが変わります。あ、そんなのいつもそうなんですけど。あ、ゲンガーか。ゲンガーもきついぞ、多分。なんで先生した？先生の爪かな。あ、先生の爪持たしてます。オッケー。え、じゃあヘルガーか。当たって割っちゃっていいんだけど、全然。俺は一向に構わないよ。全然あっさり勝っても全然構わないんだよ。構わないんだよ。あー、え、待って、これ怪しくね。ヘルガーって特殊高いっけ？攻撃高いんだっけ？忘れちゃった。あ、よし、当てなきゃ負けるぞ。よし。普通にね、結局転がるゲート。見てる皆さんすいません。また転がるかよって絶対思われてる。いや、一応さ、メザパー考えてるんですけど、まあ、いらないんだったら丸くなるだけどさ、どうだろうね。いや、ちょっと一回試し、レッドで試してみて、無理そうだったら変えたいんだよな。うん。よし、じゃあ、ワタルへ行こうか。ここかっこいいね、舞台。テルゲームの舞台みたい。いや、でもここもさ、でも、初手ギャラドスだっけ？ギャラドスだと結構やばいな。ハイドロポンプ2発耐えないね。やばいですね。これどうしたらいい？いや、でも先制するんだとすれば、転がる2発でいければ、残りも転がるで落ちる。つまり結局のところ、転がる。いや、まあ、それしかないし、そもそも当たんないしね、転がる以外。雨乞いからか。オッケー。これは勝った。この後に、水の技を使ってくるポケモンがいなければ、勝てる。あと、先制取れるか。これでもどうしよう。転がるで勝っちゃったらどうしよう、普通に。結局、まあ、帰るよだよね。そうなんですよ。先制は取れるんですか？相手のレベルのやつ、47。あ、か、取れる。これごめんなさい、多分簡単に終わる。多分プテラ最後出してくるよね、おそらくだけど、わかんないけどね。だとしたらやばいぞ。海流全部落ちるもんね、これで。やれ。はい。つまんないぞ、これ。見てる人絶対つまんないぞ。いや、でもね、皆さん分かってほしい。多分、ジパートは、やばい。未だにレッド戦の、あ、これプテラなんだ。カメックスを、超えれる気が全くしてない。絶対無理なんだよな。なんだったら、なんだったら、不思議花すら無理だと思っている。間違えちゃった。自信しちゃった。今一つね。
ひるんだ、あ、どの道ひるんだんでね、関係なかったです。え、もしかして破壊光線が思った以上に与えないから岩なだれで永遠にひるまして勝とうとしてる。これは世間が許しちゃくれませんね。倒さないかな、さすがに。あ、倒すんだ。で、あと海竜とリザードンね。カモとカモです。まあドンファンちゃんね、なんだかんだありましたがありがたく。うわあ。いや、ちょっと待って、これ最後の海竜先制取られたら負けるぞ。いや、だよね、ですよね。あー、締めに入ってた、負けたな。まあ正直短すぎたから負けてよかったとかもちょっと思ってるけど、いざ負けるとダリーな。はーい、はい、ということで戻ってきました。あのさ、意外と負けてさ、あんなに最初余裕で勝ったのに、いつきに、あ、ベーチューガーすんのされた。まあいいか、これ転がるからだね。いつきに意外と負けたのと、てかネイティオが怪しい光なんか使ってきて、あの転がる風に封じられたのとさ、今日のクロバットが毒毒した後に影分身積んで、こっち当てれる技転がるしかないから倒せないで負けるっていう。ああ、で、61レベルまで上がりましたと。まあ、勝てるっしょ。だから冷静に海竜見たけど、可愛いな。目つぶってんじゃん。やったれ。めっちゃ無駄な時間使わされた。はい。オッケーオッケーオッケー。飛んで、海竜ね。あれ、さっきなんで負けたんだっけ、忘れちゃった。あ、リザードンの火炎放射急所か。いやー、リザードンの火炎放射がさ、すでにあんだけダメージ受けるってことは、レッド戦のリザードンも先制取れなきゃ負けちゃうんじゃないの？不安でいっぱいですよ、私は。なんか今、羽すげー羽ばたいてたけど、めっちゃ短かったなー。はい。やっておしまい。オーケー、素晴らしい。あれ、これもしかして転がる 1,2,3,4,5 止まるのでは。いや、まだか、あと一発あるか。あ、お、ない。やれ。あ、でも、あ、先制取れるようになってます。しかも雨降りやんだって出てたな。雨が降りやむ前にたどり着けば勝ててたのか、さっき。転がる一発目で一撃なんですね、リザードンごときでは。あー、かわいい、目つぶって。なんてかわいいんだ。やっぱかわいいは正義だよなー。やれー。はーい、なんですか。あ、激鱗、じゃあ勝った。あれ、ドラゴンタイプは特殊ですか。特殊っぽいですねー。ふはっ、危ねー。いや、危ない危ない、外したら負けてたかもねー。やりました、やったぜ。めっちゃちょろかったな。いやー、てかなんで最初負けたんだよ。なかなか無駄な時間を過ごしてしまったけど、まあ無事ね、とりあえず上等はクリアと。いや、これワンチャンさ、レベル低いやん。関東のジムトレーナーも負ける場所ありそうだよね。てか技がほんとちょっとな。どうしたらいいんだ俺、技。いや、一応今候補は砂嵐と、メザパはあるけど、悩ましいよね。メザパちょっとありだけどさ、タイプ確認してから変えたいんだよな。地震の技マシンあるから一回地震と変えてタイプ確認して威力と、ってのはありだけどね。まあ、それは次回、レッドでね、行き詰まった時に考えようかな。はい、ドンファン。かわいい。あー、花やってかわいい。父さんね。はい、6時間11分、なかなか長いね。長いな、ちょっと多分5時間ぐらいでクリアできるイメージだけど、うん、はい、まあそんな感じで、クリスタルバージョンね、ドンファンでクリア上等まですることができました。ご視聴ありがとうございます。
やー、あとさ、ゴマゾウの時は攻撃弱すぎて、かなりグダグダだったと思うんですよ。で、あ、だったと思うんですよって言ったら、まあ、僕、いつもさ、編集した後、動画チェックしないんですよね。ああ、そうなんです。ほんと申し訳ない。だから結構前の、夏目線の画像バグった時ね、あれは、なんか教えてくれて本当ありがとうございました。そう、なんでね、多分結構グダってると思うって申し訳なかった。まあ、しかも、ドンファになってから転がるだけっていうね。まあ、でも正直さ、なかったね、俺の中の選択肢では。あれ以外、結局ドンファンでも、なんか高速スピンとかあったけどさ、あと突進か。メタモンの動き可愛い。ああ。いや、結局それでもグダっちゃうじゃん。いや、だからね、まあそうなったけど、まあでもこの後のレッドはね、多分結構工夫しないと勝てないと思うんで、ちょっと悩ましいですね。でもやっぱできればさ、メロメロは今回使えないか。まあイバールもできれば使いたくはないから、まあどうしようかなーって感じです、今。プップリンだっけ？名前わかんない。可愛いと見せかけて目いっちゃってるよね。いずれ使いたいな。でもプリンもまだ初代でやってないんだな。プリンとピッピ続けてやろうかな。まあ、その話はいっか。はい、まあそんな感じでね、次回レッド戦行くので、よろしくお願いします。はい、ということでいつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。